ようこそ深夜とミートマックスの家。まず皆さんを迎えてくれるのは鈴木のコンタクトバッグです。おはようございます。岩手監督の本、ラグビー漫画が2個同時にやってるのはこの初めてかもしれない先月あのラグビージャージリーチさんにいただいた、はい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 、ジャパンのカバンとかポーターの最近いただいたカバン、これもいただきもんなんですけども、どうも、ようこそ。まあ、鍵3、4回開けませんでした。6、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 6
ウス、マッスルハウス、どうぞ、もう入ってください。あ、失礼します。ありがとう、来てくれて。ああ。今日はね、せっかくがちょっとマッスルハウス、深夜とミックスの部屋。おい、なんちょっと、押さえてる。ミックスの部屋をちょっと紹介したいと思います。まずここ、シューズラック。こんな感じで、スニーカー。全く入ってない、これ。全くこれ入ってない。このニューバランススリッパみたいなやつ。でもなんか同じ系統の色なんですか。ああ、でもこれは俺の中ではもうナイキがスポンサーについてくれてるって定義してるから。はい、スニーカーに関しては、はい、唯一の抽選で当たりました、シャドウ。ああ、これが大事な収録の時とかに履きます。結構レアなんですか。いや、これでもこれちょっとプレゼントついてるんじゃん。でも俺は普通の定価で書いたけど、これも大事な勝負靴、これもし履いてる俺を見た時はこいつ今日気合入ってるなって。もう初めて行くテレビ局とか、あ、大事なラグビー会場、はい、まあ、ラグビー会場とは全部試合やけど。なるほど。では早速お家を紹介していただきます。はい、まず来てください。ありがとうございます。まず皆さんを迎えてくれるのは鈴木のコンタクトバッグです。もうこれがないでも始まりません。ただいま、彼にいつもただいまと言ってます。そしてありがとう。そしてまず帰ってきたら、じゃあ、はい、失礼します。あ、優しい。考えるちょっとこれ電気ぞ。マックスはいつもここの電気をつけてるんです。この理由はあるらしくて、ないとき、その玄関の電気をつけてる理由。それはだからほら、まず入った時に次の人が足元が見える、あ、まあまあ、っていうので、やっぱこう荷物をこうどっかこういっぱい持って入る時とかあるじゃないですか。その時、はい、暗いとちょっとイラッとします。そのために僕はつけてます。これも論争です。決して消さない論争。はい、これはまあ皆さんにぜひコメント欄でも何でも。はい、俺は消しとく派。いや、僕はそのだから、まあ善意ですよ。あ、善意。善意。確かに。はい、信也さんが足元しっかり見えるように。あ、これ皆さんどっちか、まだこれはもうおいおい戦っていきます。ええ、もう分かってますよ、結果は。そして、洗面所。はい。これプロテイン。信也のシェイカー。こちら大好き。トライク。マックさんもプロテインを何本飲むから、はい、とりあえず2個は絶対用意しておいて、そしてこの冷蔵庫、はい、地元レッドオーレスの仲間たち、はい、マリさんもいます。で、こちら海賊、俺がいつもユニット大阪でやってた仲良し同期のユニットライブ、はい、で、これもう見ない人たちです。存在しない人かもしれない。架空の人だけ。架空の人物。架空の人望中ショート漫才劇場のオルって言われてる架空の人物。じゃあフィクションどうでいいですか。フィクション。で、まあ、これスポンサーのグッズ。和牛じゃなくて、ヨガロマさん。買ったわ、俺。ヨガさんとヨネタさん。あ、ヨネタさんどこ行った、あれヨネタさんどこ行った、どこ行った。そして、デジャさんのカード。うわ、え、お前のカード、お前のカードある、クリスタジオの。いや、僕のカードちょっと存在だから、フィクション僕のカードもフィクションかもしれないです。あるんかな、俺ら、まあ、こんなじゃ。あとラグマガについてたカレンダー、はい、ちょっと待ってもいいですか。んこれ本当に深夜さんですか。はいはいはい、これ真ん中にいる。で、真ん中もうキャプテン、えらい痩せてて、あのこの時は体重90キロぐらいです90キロぐらいで、まだノンサイドゲーム出たてかな、あの冬ぐらいかな。一応頭から下流していいですか、ちょっと。うん、
違います。一緒です。115キロまあ、亮と後輩ですわ、中村亮と。で、そう、まあ最近ファンの方からもらったこの1万人突破記念の盾を、もう俺からしたらこれ盾、なんかもうすっごい結構作り込まれてますよね。なんか久しぶりにこういうのもらったわ。手の込んだ、もうこれ見て、これあまだあの東京北店の時の、これも違う人だ。え、違う、一緒、一緒だよ。あ、一緒ですか。一緒、一緒。まあ、冷蔵庫の中身、はい、調味料こう見たら調味料の数、調味料めっちゃ多いっすね。お前がな、お前がいっぱい買うからな。あとはいっぱい味変するから、いっぱい味変するから。もう餃子とかにもピエトロとか、なんかもう味変ばっかすんのやめて。下バカだと思われるのやめてください。お前がもういっぱい入れるから。俺の一番好きなマウントレーニア。はい。もうこれにします。これしか飲まないですもんね。これしか飲まない。コーヒー系って本当に。うん、あんたはもうホットコーヒーで飲むけど。はい。これ今買うんでしょ。はい。で今まだ食べてないけど、北海道の生ラーメン、スミレ、お土産。あー、あのお仕事で行ってきたところですか。忙しいっすで、俺のこれもあまり皆さん知らないと思います。私あのトウモロコシ死ぬほど好きです。はい。あとやっぱそう、俺も俺マイティクラウンが好きやからさ。はい。あの DJ DJ、 はい、マイティクラウンがいつも赤のベースボールキャップかぶってるから俺買ったよ。ベースボールキャップ、ニューエラの、うん、やっぱこの赤っていうのがいい。ああ、でも似合いますね。ヤマンヤマンボンボークラえっと、ここはと、あ、これ薬とかいっぱい入れてるとか。これお前か。なんかいろいろ大事なもん。で、これ。あの、あんまり、確か俺、あんま発信しないな。漫画好きやからさ、俺。はいはいはい。で、漫画を全部、さっき、満喫とか言って結構読み込んだりするけど、はい、家に置いてる漫画は、はい、もう俺が一番好きなギャグ漫画、アフロ田中。ああ、これあれですね。なんかあの、僕がここに来た当初、そうそう、ずっと読めって言ってたやつですよね。確かに。これもとりあえず読んだら。はい、おもろなるとこのアフロ田中の笑いが一番俺が好きやから。なるほど。でその相まみえるデスノート、はい、これ最近買った。いや、これマジ深夜さんデスノート買うの本当意外だなと思って。いや俺も確かにこれは意外です後半だって、後半何言ってるか分かんなかったんですよね後半これもうこの巻の文字数が異常でした辞書ぐらいあります文字数がいや俺だって、俺だってあのリアルタイムでジャンプで読んだからさ。はいはいはい。俺が唯一20年以上続けてるもんはジャンプ買うことぐらいから。へえ。それ以外はもう飽き性やから。でその当時読んでたデスノートにもやっぱ今の方が理解できた。ほんで何だっけ、俺もう漫才師に到達したのにあのベシャリ暮らし、いや、まあまあピンですけどね。ピン芸人やけどやっぱ憧れ、憧れベシャリ暮らしいつか漫才するためにこれ勉強してます。これなるほど、2人だったらこんなんができんだなって。そうそう、2人ってこんなにも幅が一応この家にはピン芸人しか住んでないけど確かに。でまあまあ、あとメゾン一国、これも俺が好きな、はい、一応ずっと好きな漫画、はい、なんか可愛いんですよね、キャラが。いやもう京子さん、この京子さん、はい、これ完全前から、はいはいはい、一家の京子さん、これ表紙の、はい、この京子さん綺麗けど、あのページめくったらあのバケモンみたいな京子さん出てくる。カレーパンマンみたいな顔の形の京子さん出てくる。パンパンの。やっぱ絵柄も、絵も変わってくるね。だんだん後半にかけて。でも、あと本やな。もういろいろと。はい。こんなんとか。本田先生。ああ、本田先生の、うん。とか、結構芸人の本とか。そして我らの。おはようございます。岩手監督の本。あ、監督さんの、はい。本とか。あとやっぱその、男子の作法。あ、これはもう読めやん、うん、あ、男子の作法ですか。これ読んだ方がいいよ。男子の作法、必要なこと言って書いてある。はい。あとメニュー、なんかの時の選手名、これ古いな、21年。ほんでも一番好きなワンピースバーってかな、はい、ワンピースぐらいか。あとインビンシブル、これもラグビー漫画。あ、これうちの僕初めて見たかもしれないですね。あ、お前見てないこれ。なんかアップセット15っていうの昔なかったですか。何だっけな、多分ラグビー漫画ってかなり少なくて、うん、そう、あんな熱い題材。そう、でも今、はい、ワン・フォー・オールっていう、はい、ギャング・キング書いてる人のラグビー漫画始まった。ああ、来ました来ました。俺はそれに期待してる。それとジャンププラスの最強の歌今ラグビー漫画が2個同時にやってるのはこの初めてかもしれないこの現代で今日一の盛り上がりほんであと俺の小銭貯金、これ
バケツに帰ってきた小銭を入れて、結構たまんねん。ほんまに金ないときこの金を使うよ。ああ。いつもほんまに金ないときに10万ぐらいこれで手に入る。あ、これパンパンで10万。これ結構、いやパンパンまでいかないと10万ぐらいいくから。毎日小銭バンって入れるだけだ。帰ってきて財布から小銭をバンって入れた。余ったやつをこう入れるみたいな。そう。もちろん、そんな。うまっ。トイレ。これもオープンスクール、オープンスタンス。オープンスクール？やっぱもうアメリカこれもやって、もうトイレはもうアメリカスタイル。で、アメリカスタイルでは俺はもうやっぱその、オールドスパイス。これ塗る香水です。これね、あの、ラグビー部の量っているんすよ、持ってる人絶対このオールドスパイス。オールドスパイスはもう男の必死、必需品。はい。これ脇に塗ったり、ここに塗ったら香る。塗る香水。普通になんか、めっちゃ変わりますよね。これが何種類か。こう映せる、オールドスパイスで、このブロッシュとか、はい、ブロッシュ、あー、これポマード、ポマード、あー、なんか、あ、おはようございます、おはようございます、おはようございます、皆さん、いろんなとこいますからね、ネタ中、ネタ合わせ中、ちょっと、あ、行きま、出ましょうか、で、トイレ、ノートライマックス紹介する？ああ、いいですか、うん、次、あの、同居人のミートボックス、はい、ミートボックススペース、ミートボックススペース、まあ、まあ、そんな紹介するっていうことはないんですけど、まあ、絶対ありますよね。ああ、もうこれは仕方ない、これ。これは絶対ありますよね。これもなかったらおかしい、この家に、はい、あとは、なんでしょうね、まあ、服とか、あと僕、柔軟剤好きなんですよ。確かに。この匂い、だから本当に匂いが好きで、うん、このレノンハピネスの夢ふわ、うん、ホテル仕様、これのホワイトティーの香りと、これ僕あのラボンのトワイライトマジックの香り、言ったことありません。スターライトパレード、はい、スターライトパレード、世界の、はいって言った今、スターライトパレード世界の終わりやんみたいな感じですよ、トワイライトマジック、いや、スターライトパレード、ドラゴンナイト、ドラゴンナイト、同じこと言ってるだけで、この2つを、うん、合わせたのが僕の今のベストの匂い、ベストの匂い、これマジやってみてください、これ2つ合わせるこれ本当に、でもお前がでも一番好きなあれじゃん、あのオレンジ色じゃん、あ、この服ですか、うん、結構な、僕はその着れる服が少ないですよ、それ深夜さん分かりますよね、あ、これ分かる、これ本当に大変です、いや本当に大変です、皆さんが思ってる以上に大変です、はい、だから服だったらこれはノースフェイス、みんな大好き、絶対あの3人に1人は着てるって言われてる、ヌプシー、ヌプシーっていうモデル、ちょっともう軽くなってる、もうロンティーになってるんですけどこれも一生着てんもんなお前、はい、これもずっと着てます、これもいただいたやつで、ああ、え、誕生日の時にいただいたやつなんですよ、誕生日にヌプシー、ヌプシーいただきました、誰から、友達、あ、友達、友達、ええー、すごい、あの今大宮 RD で頑張ってる、サッカーでやってる友達ね、サッカーでやってる茂木力也選手っていう、はい、同期ね、はい、同期、めっちゃいいやん、でこれもなんか明細多いな、私明細多いな、これだからね、うん、僕もあのノースフェイス、ノースフェイス、これもね、あの、うん、ノースフェイスは結構よくもらうこと多くて、あ、はいはいはい、はい、だからこれなんかも明細なんですけど明細ね、もう一個もらったのがあるんですよ、うん、もう一個もらったのがあって、ほら、マックス、マックス、ま、大丈夫です、そのもらった服の紹介、買った服の紹介は分かるけど、もらった服の紹介あんまないからこれは最近もらってんな、はい、明細、明細、明細すっきゃな、なんか明細よくもらうんですよね、明細よくもらうんですよ、あとこれやめて、これ、はい、でこれだみんな持ってるんじゃないですか、いや持ってないよ、スキッピー持ってるでしょ、いやスキッピーってこれこれ男の作法との並べて分かると思うけど同じぐらいでかいよ、ね、手と比例して、これスキッピーはね、これ要は食べ方どんな食べ方、普段なんですけど、普段どんな食べ方してる時、まあ、パンに塗るとかでもいいですけど、いや、そう、それを、俺はそれを思って使うかも、はい、パンは焼かんやん、パンは買ってないですしね、うん、これをあの普通にそのスプーン、うん、突っ込んで、そのこうこんもりしたやつをしがくんですよね、うん、グーッ、嫌な食べ方し、グーッてこう歯でしがいて食べる、結構な量食いますよ、僕は、でもピー、え、それ食い食べません、ピーナッツバター、だってこと、最初 俺らが何かを決めるとき、決定するとき、負けとかやる、ベイブレード、あ、いいですね、これ
お前の、お前の相棒どれ？僕のはこれ、あのブループロミネンス。シアさんのがトライ、トライガー、トライガー、トライガー、うん、交代して交代して、私がここ普段私の椅子です。マックスの椅子がそうですね。もう最近はここで滅法地球防衛軍をずっとしてる。はい、昨日も地球守った。今 100面までいったもんな。100面までいきましたね。であとほらこんな感じでお香、今日もあこれ紹介しないといけないですね。お香最近家の近所にあるヤングっていう古着屋さんで、うん、お香がおす、これなんだアメリカンモスク、これ何だこれ、モスクモスクじゃない、ちょっと忘れた、あのムスク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 、これがやっぱ、はい、おすすめの匂いで、でこの匂いがもうこれ100本あるから、はい、今日買ったのがミックス、これいろんな種類入ってます、はい、これほんまにいい匂いですから、ヤングで買いに行ってください、はい、今日も買ってきました。お前はなんか塗る香水をミートマックスさんが買ってました。あ、僕はそして俺らの相棒、新しい仲間、これがね新しい仲間来た俺の家に、これだってアリゲーターソルジャー、アリゲーターソルジャーです、まあ、彼がやっぱ来てやっぱ家の雰囲気がガラッと変わった。はい、で同じ日にやっぱこのザックも一緒に来てくれた、はい、こいつ、そしてビッグボス、トライ君、トライ君、これもいい感じです。もう寝てる間にね、こうわちゃわちゃ おもちゃ同士のおもちゃ同士でじゃあこちらが寝室にご案内します。はい、まあロフトみたいな感じですよね。ロフトやな、もうもうやっぱそのベッドメイキングはもうほんまに一日の始まりやから、俺もう基本やっぱその大事にしてる、このベッドメイキング、はい、基本やっぱこうやって俺やっぱあのアーノルドを見てやっぱ大事にしてる。それ僕、それ僕が1週間ぐらい前に言ったことですよ。え、でもマジちょっとした気持ちやっぱ違うな。そうですね、だからその何かその大きなこと小さなこと関わらず、なんか朝起きたら何かをやるっていう習慣が大事、はいはいはい、みたいなこと言ってたんで、ベッドをメイキングするという、ベッドに、あとこの重たい毛布、はい、これはちょっと遠いんですけど、これも先月あのラグビージャージリーチさんにいただいた、はい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 、ジャパンのカバンとか、ああ、これかっこいいですね、ジャパンのカバン。で、ここ、うん、前、堀さんに行って次、まずジャパン、向こうで買ったジャパンのリュック。いや、もういいですね、こんなんなかなかないですよ、いただけることが。いや、そう。堀さんにいろいろいただいた服は、春用でいっぱい、はい、あ、なるほど。で、リーさんのジャージとか、ラグビージャージとか、まあ、ここは小道具やな。はい。あの、伝説のフラッグとか。おお、そのフラッグまたなんか違いますね。あと特集作ってもらったブルーソール、うん、これが一番大事。そしてポーターの最近いただいたカバン、おお、これもいただき物なんですけども、はい、どんなカバンなんですかこれは。これあのメイバルマンの、はい、高いの車さんかな、はい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 、これカバンやねんけど普通リュックとかや、はい、これあのスーツとかが入るカバン、あ、スーツ用のカバンなんですね。スーツがこう入って、はい、でこう持っていけるカバン。はい。これ意味わかるかも。つまり、これ車さん、スーツ入るかもしれないとしたら、次はお前だ。オールマイトがデクを指さしたかのように、次は君だと。なるほど。バトンとしてたんですよ、チャンピオンから。受け継がれたってことですよね。受け継がれました。これ代々やっぱそのラグビー部もキャプテンバックみたいな感じで、はい、キャプテンがなんかカバンを代々受け継ぐと、はい、ジャージとか代々受け継いでくれる、はいはいはい、あのチャンピオンの車さんが俺に授けた意味、はい、これはもうたまに使います。なるほどね。あとこれあの大阪の41期のポスター、またね平成良い令和、ああ、ちょうど映画変わるとき、41期プロデュースライブ。タイムキーパーとか、M1 準決勝、ハイツも準決勝行ってる。はい。で、ファンファールとかも何やったっけ、いろいろと。ショーレース出てる。キャッツミとか。はい。ドロップとか。このメンツの中での、もうちゃんと。威風堂々としてる、この風貌。昔ずっと言ったこの新婚西成さんのポーズ。あれ。こんな感じ。で、ここは俺の逆に。あ、次はそうですね。ラグビーの一軍の衣装
それはもう絶対出しとかなきゃいけないです。それはもうこれはもう一軍よ。はい、なんかあったらこれも大事。これ神保町の劇場の、あ、皆さんのサインですね。皆さんの思いを背負うって意味で。やっぱ T シャツはもう今この宮田さんの着てるけど、基本さっきも言ったように、あのでかい服用のブランド、ロスアパとかロサンゼルスアパレルとか、はい、プロクラブの無地ばっかりです。あのもうスリープセルあんま売ってません。いや、そうですよね。だから服問題は僕たちはありますからね、本当に。あと、もちろん、このラグビージャージで言えば、あの、あなたのおかげで私は湯に出ることができた。リスペクトオブトラレフリーからいただいたラグビージャージ。あ、じきじきにですか？トラさんがこれもらった。すごっ。トラさんがもらって、これはもう、これのおかげで、いっぱいテレビで。トラ様様、トラさん様様、トラ様様。で、いろいろとラグビージャージが。各チームのイベントとか呼んでいただいたりで、向こうでニュージーランド、あ、ちゃうわ、フランスで勝ったり。おお。でもこうほぼこうラグビージャージ、ラグビージャージ、ラグビージャージ、だから結構筋トレ系とか服。そうですね、でも結構多いっすね。いや多いけどさ、もう着られんようになったよ。もう昔もこれ何年前、これエビスのジージャンと勝ってん、育てようと思って。あ、有名な。全然着られない、太りすぎて。あとジージャン着るタイミングわからん。暑いと寒いです。かなりでも急激にね、大きくなりましたからね、うん。でまあ今年一番着てるのはこのフランスで買ったシュプリーム。あー、これが一番着てるわ、フランスシュプリーム。かっこいいですね。あと深夜といえば、あの一時期あのバズったカーハートジャケット。カーハートの、うん、警察官とか言われて、これ一時期そのラグビー芸人っていうよりも、はい、これで顔刺された時があったカーハート芸人、カーハート芸人として。で、元カノと最後に行った寿司屋さん食べに行った時のシャツ。うわ、派手柄ですねこれ。これゴールデン街の、うん、どこに売ってんすかこんなの。これ伊勢丹で、はい、3万ぐらいしたよ。高っ。シャツなんかで買って、このお金入った時の。これゴールデン街のギャングスター、ギャングスターとかかな。ラグビーのフランビーズの帽子とか、はい、キン肉マンの帽子、ワールドカップの帽子。でもあのラグビーです。ラグビー、要はラグビーとですね、ラグビーの衣装。ラグビーもう私服とか無地とか多いもんな。だと、もし家に侵入者が来るやろ、はい、お前以外の人が誰かあれ、誰か入ってきたのって時に、このラグビーボールをこっからこうやって落とす。あ、そうですよね、確かここね、こう階段に、階段と瞬間に階段につながってるんですよ、ね、でこうラグビーボールを落とします。これは防犯グッズでもあります。ラグビーがやっぱり俺を助けてくれる。オーバーキルですよそれ。いやこれも相当重たいですよ。だってこれ、これも友達が東京行く前にくれたラグビーボールの木。ラグビーボールの木だな。まあ、そんなことで、約家賃10万ちょい、11万ぐらい、はい、男2人が住んでる家、はい、いつかみんなで来てくれ。誰か新しい人募集しなくて大丈夫ですか。ここに3人今きついけどな。いや本当ですね。だからここが深夜さんで、これ奥がこう僕の部屋になるんで、もうラグビー芸人の部屋、今洗濯物もラグビーとジャージをしてます。またいつかどこかで会いましょう。ノンサイド深夜です。チャンネルプライ、高評価プライお願いします。